おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2034です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後にもね、お話ししたと思いますが、今回はですね、以前紹介したことがある作品の中からですね、3体出てるんですけど、ラスト1体ですね。今回紹介するやつ、これがですね、すぐ出ると思ってたんですけど、全然出なくてね、どうなってんだろうと思ってたやつが、やっとね、立体化されたということで、そちらをね、ちょっと紹介していきたいと思います。それが、こちら。じゃんと。はい。こちらですね、フィグマのナンバー450、ダクネスですね。はい。こちらを紹介したいと思います。登場作品はですね、一応映画、この素晴らしい世界に祝福をくれない伝説。こちらからの立体化と。まあ、こちらに関しましてはね、最初のね、映画版の前から出てるキャラクターですけどね。これがね、やっと出たと。まあ、すぐ来ると思ったんですけどね。めぐみに出てからすぐかなと思ってたんですけど、そこから結構時間が経ってね、ようやっと立体化したっていう感じですね。はい。まあ一応こちらね、紹介していきたいと思います。内容としましてはね、一応見えてるこちらのダクネス本体と公開の表情パーツ、ここのところに本編の何話だか忘れましたけど出てきたやつですね。確かこれキャベツですよね。で、あと、剣があって、見えづらいと思いますけど、ここのところに公開のボディーパーツが入ってきております。で、横を見るとこういう感じですね。こちらの胸部の甲冑とか、これがなくなった状態にすることができるパーツとなっております。で、裏を見るとこんな感じですよと。あ、キャベツじゃないわ。あ、キャベツだ。ソロドブキャベツって書いてるんで間違ってないですね。で、こんな感じのね、凛々しいポーズだったりとかね。まあ一応こんな感じでいろいろポーズ付けができるというふうになっております。で、さらに横がこうなっておりまして、あと上と下というふうになっております。はい。ではですね、早速こちらですね、上から開けていきたいと思います。では、レッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。公開の表情パーツと空飛ぶキャベツ、剣ですね。で、こちら見えないんですけど、背中っていうかね、腰に取り付けてる鞘に取り付ける用の剣の持ち手の部分ですね。で、公開のボディーパーツとダクネス本体、裏側のここのところに収納袋ですね。それと公開の手首パーツといつものベース、いつもの支柱が収まっているという感じですね。で、先ほど言った鞘っていうのがここに収まっているというふうになっております。はい。ではですね、早速こちらですね、ケースから出してパーツ一式全部でざっと準備していきたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。いつものベースといつもの支柱、三角マークがついておりますので、こちら側にはね深く曲がりますが、反対にはそんなに曲がらないっていうタイプのね、新しい方の支柱がついてきております。で、こちらですね、これが空飛ぶキャベツ用の支柱っていうかね、そんなパーツだと思います。で、角度変更用のジョイントと剣と鞘にね収納した時用のパーツ、公開のボディーパーツと公開の表情パーツ、手首パーツと手首ホルダー一式、予備の手首ジョイント、空飛ぶキャベツ、そしてダクネス本体というふうに置いてあります。で、説明書の方がバーンってありまして、フィグマダクネス、こういうふうに書いてあります。で、ペラッとめくると、いつものね、取扱い上の注意が載っておりまして、ここから開くとこんな感じと。パーツ一式ですね、こんな感じで載っております。公開のね、表情パーツの使い方に関しましては、前髪外して、取っ替えろと、こういうふうになっております。で、あとこちらですね、公開のボディパーツに変えるときには、頭部と腕、ボディを、ね、外して公開のやつに差し替えます。で、収縮防止用のピンをね抜いてこうしろっていう風に載っております。鞘に関しましてはこんな感じでね、剣を収納状態にすることができるとかね。こちらのパーツ、ダクネスに取り付ける支柱のところにこれをつけて、もう一個挟んで揃ってもキャベツと、こういう感じですね。で、剣に関しましては公開の手首パーツで持たせます。お尻の部分をね引っこ抜くという必要性があると。で、裏側が英語表記と、こんな感じになっております。はい、ということですね、早速パーツ一式手前の方にね、ざっと寄せてしまいまして、よっこらしょいと、ダクネス本体見ていきたいと思います。一応この状態でぐるーっと回します。ちょっと慎重に回しますね。はい。一応こんな感じとなってます。なぜ慎重に回すかと言いますと、こちらですね、鞘の部分を止めているベルトのね、ここの部分がですね、あまり強くなくてですね、こちらもともと袋がね、被ってて、色移り防止にはなってるんですけど、それをね、外してからね、根元の部分がかなり外れやすかったんでね、ちょっとここの部分、もうちょっとプチッとね、しっかり止まるような方式の方が良かったような感じがします。はい。以上、全体の造形はこんな感じとなっておりますが、私のね、個人的な感じとしましては、ちょっと首が埋まってる感じがするなって感じですね。もうちょっとね、ここの隙間ですね、この顎の部分と襟といいますかね、ここの部分、隙間があっても良かったような感じがします。はい。では、早速ですね、可動範囲いきたいと思いますが、とりあえずこの状態ですね、開封したまんまいきますけど、この状態だと首を左右に動かすことができます。上はこんな感じ。下がこうですよと。で、髪の毛に関しましてはここの部分で動かすことができますが、ここがですね、もう一個ね、マイナスポイントとなりまして、ここ見ていただくと、ちょっとわかりづらいと思いますけど、ここ、クリア棒なんですね。透明な棒となっております。なので、
まあこんな感じでね、横から見た時とかこういうスタイルにするといいんですけど、これ全体的に下げっぱなしの状態にして、こうした時にですね、ここから覗く隙間ですね、ここにクリアの棒が見えてしまいますんで、ここに関しましてはやっぱり髪の毛と、ね、同じ黄色系のジョイントが入ってた方が私は良かったんじゃないかなと思います。ここね、抜けないんでね、ここの部分はかなりマイナスのような感じがしますね。はい。で、一応前髪パーツ外して表情パーツ外すと、ここですね、ジョイントが軸ボールなので、ボール部分をね、もっと上に上げてあげると、まあここまで伸ばすことができますんでね、真上とかも結構動かしやすくなりますよと。これぐらいで引き出した状態にしてあげないと、ちょっと全体的なバランスとしてね、これでもちょっと厳しいですね。多分ジョイントが斜めにはまってる関係だと思いますけどね、もうちょっとですね、気持ち、首は長めになってたらよかったかなと。今現在だってね、多少バランスはいいんですけど、これちょっと押し込んでしまうとね、すぐこうちょっと首が短くなってしまいますんでね、ここの部分のバランス調整がちょっと大変かなというふうになっております。腕に関しましては左右にね、ついてるパーツがちょっと異なっておりますが、だいたい可動域は同じと。で、ぐるっと回すことができます。水平も可能と。ただですね、こちらちょっと外すことができますんでね、ちょっと外しますが、元々のジョイントですね、ここの部分がちょっとですね、硬いんですね。なので最初のうちにぐっとね、折り曲げたりっていうかね、この可動をうまく動くように調整しておかないと、腕がね、まっすぐ折りた状態にならないので、ここの部分の微調整ですね、これに関しましては事前にしておいた方がいいと思います。これでやっとね、ちゃんと右と同様にね、下の方に下がりました。まあこれを利用するとこういう風にね、腕をね、上げたりとかできます。グリグリ動かすこともできますし、二の腕のここのロールもあります。肘はここまで曲げることができますよ。手首パーツに関しましてはジョイント式なんでね、ここでグリグリ動かすことができる。ただ若干ですね、ジョイントが埋まってる感じがしますんで、気持ち狭いような感じもあるかなと。で、右肩に関しましてはこのパーツですね、これが左に比べてね、ちょっと重たいんですね。なのでちょっと全体的に下がり気味になっておりますんでね、ここをもうちょっと中空とか、そういうような感じの方が良かったかなと。確かね、作中ではもうちょっとこういう風に、ね、上に上がってったと思いますけど、ちょっと重さでね、こう下がってしまいますんで、ここはちょっとマイナスポイント、そんな感じだと思います。それ以外の可動に関しましては左右共通となっております。で、ボディに関しましてはここでのグリグリとひねりができます。ここはスポンと抜けるんでね、ここのところのジョイントですね、ここでの可動となっております。ただちょっと緩いんでね、ここのボール部分に関しましては事前にね、パーマネントマットバーニッシュ流し込むとかして、ちょっとね、補強しておいた方がいいと思います。で、サイドアーマーというかね、こちらのパーツに関しましてはリアのここのところのね、ジョイントで止まっておりますんで、跳ね上げたりとか動かすことができます。で、後ろのね、ここのパーツに関しましてもグッとね、ジョイント式で上げることができますんで、こういう風に、ね、広げることができると。で、ここの部分は非常に柔らかいです。フロントのここもね、多少柔らかい感じになっております。足に関しましてはこんな感じですね。ももでのロールは特にありません。まあ、股関節ジョイントでね、ひねることができますよ。足はここまで実際曲げることができて、足首の可動もあります。つま先部分も可動しますよ。ただ、こちらね、今跳ね上げてるパーツを戻してしまいますと、可動域自体はね、ちょっと狭くなってしまいますんでね。足を大きく動かしたりとかする場合は、今みたいな感じでね、グイッと跳ね上げる必要性があるという感じになっております。はい。一応全体的な造形はこんな感じと、可動域もこんな感じです。ちょっとですね、首がちょっと短い感じがするんでね、気持ちジョイントをね、伸ばすような感じにしておいた方が全体的にバランスは取れるかなと。今現在ですね、半抜きまではいかないですけどね、1ミリぐらいちょっと引っこ抜いた状態にしておりますけどね、まあこれで顎引いた状態でもいい感じのバランスだと思いますんでね、これぐらいのバランスになるように調整した方が遊びやすいかなと思います。あとは後ろのね、ここのジョイント部分もできることなら一旦ね、これポンと外してね、ここのジョイント塗装してね、こちらの髪の毛と同じような色にしてあげると全体的にね、良いバランスになるんじゃないかなと思います。はい。ではですね、ちょっとこちらバランス的にちょっと立たせにくいのでね、支柱を取り付けていきたいと思いますが、支柱はこちら、あと台座ですね、台座がこちらと。過去の変更用のね、ジョイント使ってもいいですけど、とりあえずこのままいきましょう。背中のここにね、穴がありますんで、ここに差し込んで、あとはこちらね、使ってグイグイと曲げていくだけですよ。はい。まあこれ従来と同じパターンですね。で、後ろのね、髪の毛に関しましても大きくね、上に跳ね上げることができますし、こちらそこまで異常にね、長いわけではありませんので、これマックス下げてもここまでなんでね、特に干渉しませんので、角度変更用のジョイントなくてもいいと思います。はい。一応こんな感じで立たせることができますよと。ではですね、次に剣の方ちょっといきたいと思いますが、剣に関しましては2つですね、こういう風にありますよと。ここの刃をね、取り外すわけではなく、こちらね、収納状態のものがありますので、
基本的に使わない時っていうかね、手に持たせてない時にはここの部分に差し込んであげて、こういう風にね取り付けてあげると収納状態にすることができると。はい、まあ一応こんな感じですね。であと取り付ける時にはこちらのやつをね持たせて、これを取り外すという方式になっております。で先にちょっとこれをつけてしまおうかな。で取り付ける時には専用の手首パーツ、手首ホルダーの中から選択します。平手なんでね、とりあえずグーパーツ以外に武器持ちがありますんでね、これを使いましょうかと。でこれを取り付ける時には従来と同じパターンですね。手首パーツをこっから取ります。ジョイントがこっちに残ることがありますんでね、それをこう外してあげて、ジョイントを手首パーツですね、交換のに差し込んであげて、こういう風につけると。こういう風にした方がやりやすいと思いますけど、こんな感じにすると手首パーツを取り付けることができると。そしてこちらね、お尻の部分をスポンと抜いてここに差し込みますと。であとはこちらを戻すだけと、こんな感じですね。こうすると剣を持たせることができると。ただこうするとね、剣2本になってしまいますんで、鞘のところからこいつをね抜く必要性がありますよと。はい、一応こんな感じにするとね、剣を取り付けることができると。うん、まあ悪くはないんじゃないかなと思います。はい、一応こんな感じですよねと。はい、ではですね、次に表情パーツいきたいと思います。表情パーツが全部で2種類ですね。こちらとこちらというふうになっております。普通のね方向フェースみたいな感じの表情パーツではなくね、どっちとも何とも言えない表情パーツですね。はい、まあダクネスらしいといえばダクネスらしい感じですね。まあ一応こっちの表情パーツにしようかと思います。取り付け方は先ほどねちょっと前髪パーツ外しましたが、こちらのパーツを外し、元々の表情パーツを外す。で後回の表情パーツをくっつけてあげて、あとは前髪を取り付けると。まあ一応こんな感じにすると後回のね表情パーツをつけることができるというふうになっております。まあ先ほどねちょっとかっこいい感じが一気にねなくなってしまいましたね。はい、まあ一応こんな感じにすることができると。ではですね、公開用のボディーパーツをつけて、最後に空飛ぶキャベツ行きたいと思いますが、公開用のボディーパーツがこちらですね。こういう風にボディーパーツがありますよと。で、こちらのボディーパーツに対して、もともとね、取り付けられている腕とか、腹部パーツとかを移植することによって、こちらね、胸部周りの甲冑とかがね、ない状態にすることができると。で、交換方法はですね、まあ、とりあえず、台座をちょっと外しましょうかと。で、こちらですね。ここを外してあげて、頭部パーツを引き抜きます。で二の腕のここからではなく前腕ですね、こちらだけ使いますんで、肘ジョイントを残しで取ります。こちらですね、前腕側に残るように取ります。こちらですね、ジョイントに関しましては多分ちょっと細いタイプ使っておりますので、引き抜いたりとかするときに折らないようにね注意だけ必要ですね。はい、まあ、一応こんな感じで外してあげます。であとこちらの収縮防止ピンを抜いてあげて、こちらに取り付けますと。この方式で全部つけていきますよと。で外した収縮防止用のピンですね、こちらに関しましては、こちらね、外したボディの方にこういう風につけておかないと、今度こちら側がね収縮してしまいますんで、一応こちら外したら取り付けるという風にした方がいいと思います。でピンですね、先に全部抜いてしまってから後々ね戻してもいいんですけど、こちら前腕用のピンですね。でこちら腹部用のピンなんですけど、大きさが違いますんで、この太いやつを強引に入れてしまいますと、今度こちらのね穴が広がってしまいますんで、差し込む位置ですね、それをちゃんと把握しながら、こちらねこういう風に取り付けていかなきゃいけないので、ちょっとねそこの部分の付け間違いだけ注意が必要という風になりますね。はい、であとこちらのところに随時ね付けていくだけと。ちょっと前腕ですね、ここの部分だけ差し込むときにねグキッてなると、多分下手したらボキッとね簡単に破損させてしまいますんでね、そこだけちょっと注意しながら差し込んでいきます。あとここはね多分問題なく付けることができるんじゃないかな。こちら元々のやつよりも穴が若干ちっちゃいのかもしれないですね。ちょっと取り付けるのに苦労するかもしれないですけどね、まあ差し込んでいきましょうと。で最後に頭部パーツを差し込めば、これで胸部周りというかね走行なしの状態にできますよと。一応可動域に関しましては、先ほどのね甲冑版といいますか、あちらとね基本的に変わりません。ただ肩周りですね、そこのパーツがなくなったことによって腕周りの、ね、可動域は一気に広がりますんでね、非常に動かしやすくなるんじゃないかなと思います。はい、一応こんな感じとなってます。で空飛ぶキャベツ、こちらに関しましては付属のね専用の支柱パーツがありますので、これを使ってね一緒に浮かせることもできると。でこちらのね後ろの部分、ここにくぼみがありますんで、ここにボールの部分をブスリと差し込みますと。ただこれもともとちょっと硬い可能性がありますんでね、ちょっと破損させないように注意しながらこういう風に入れてあげますよと。であとこちらのね支柱のこちらの穴のところに差し込んで、あとはここのね部分にクリップみたいな感じでプチンと取り付けてあげると、まあ、一応こんな感じで一緒に浮かすことができるというふうになっております。で、こちらね、空飛ぶキャベツのこちらの部分はボールになってるんでね、こういうふうに角度つけたりとかすることができるし、ここ以外に2箇所ですね、ここでひねることもできますんでね、一応そんな感じで一緒にね、浮かせることができると。
まあこうするとね、ちょっとダクネスの召喚獣っぽく見えますけどね、そういうわけではありませんけど、まあ一応こんな感じにすることができると。あとはぶつかっていくような感じにするんであれば、ここですね、ちょっとこれ以上ひねりが効かないので、できればもう一軸欲しかったかなって感じがしますけどね。まあ一応こんな感じで一緒に浮かせることができますんでね、まあ劇中のワンシーン再現するにはなかなかいいんじゃないでしょうか。はい、いかがだったでしょうかね。このスバシリーズの一応最後の一体となっておりますけどね、結構ね立体化するまでに時間がかかったんでね、完遂しないんじゃないかなと思ってましたけど、無事ね出てよかったと思います。出たのはいいんですけどね、ちょっと首が気持ち短かったかなって感じがするんでね、そこの部分の微調整とか、あとは鞘の部分がねちょっと外れやすく感じたとか、一応撮影時にはね外れませんでしたけど、この部分がちょっと気になるかなーっていう部分があったりとかね、腹部のジョイントの一部がちょっと緩かったりとか、こちら髪の毛のね付け根の部分がクリアパーツでね、正面から見た時にちょっと目立ってしまう部分があったりとかね、若干気になる部分はありましたけど、まあ無事ね立体化されたんで良かったんじゃないかなと思います。一応この流れでね、リゼロのやつもちょっとねいい加減主人公が出てないんで、そっち出してほしいなって思うのと、ちょうどね2020年の4月からね放送がね開始されておりますプリコネ、こちらねぜひとも立体化してほしいなと、そういう風にちょっと思ってしまいました。はい、ということで今回ですね、フィグマのダクです、こちらねちょっと紹介していきました。はい、ということで次回ですね、次回は以前紹介したことがありますフレームアームガールのキャラクター2人ですね、そちらに追加パーツを施して、さらにね色違いになって、その追加になったパーツをね組み合わせることによって別なものが出来上がるっていうね、ちょっと連動ギミックがねある、そちらの方でねちょっと入手しておりますので、次回からねそちらの方の組み立てギミック編をねやっていきたいと思います。一応全員5回でやっていきますんでね、そちらの方も見ていただければと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。